石川県立工業高等学校は石川県金沢市本田町2丁目にある県立高等学校。工芸、デザイン教育を施した制度としての教育機関として日本で最も歴史のある工業高等学校である。通称は健康。よく石川工業高校と表記されるが間違いである。金沢市立工業高等学校とともに 公明表記がない珍しい学校である。ノートミ海二郎によって、1887年に、金沢区工業学校が、県独園内に設立される。1902年に、現在の場所に移転。一度かの解消を重ね、1958年に、現在の名前になる。ノートミによって、後に設立された香川県立高松工芸高等学校。 佐賀県立有田工業高等学校、富山県立高岡工芸高等学校とは、姉妹校である。敬愛共和を尊ばう。創意工夫を凝らさう。教授責任を有りた。全日制例年、機械システム科、電気科、電子情報科、材料科学科は、男子の比率が高く、工芸科、テキスタイル工学科、デザイン科は、女子の比率が高い。 平事制2009年3月で廃止になった最初は、剣道園の中に高校が作られた。このため、校歌には、正面に、金沢城があるという意味の歌詞が、本田町移転後も残っている。運動部部活動が盛んで、北新越大会出場や全国大会出場をする部活動が多い。中でも、男子バレーボール部は、全国大会連続出場中である、文化武道公会。 ありがとうございます。